アメリカ国務省が3月11日に発表した最新の人権報告の中に、中共政府がファールンゴン学習者と人権派弁護士に行っている迫害に対する批判が何度も盛り込まれていました。また中共が全中国人に対して行っている集団的迫害行為は正規の汚点であると名指しで批判しています。アメリカ国務省が発表した2019年、 国家人権実践報告は、アメリカが発表する44回目の人権年度報告となります。報告書の中国関連部分には、中共政府は過去1年間に殺害、強制的な失踪、国敬、任意交流などを違法に継続しており、報道関係者、弁護士、作家、反体制派、政府への陳情者及びその家族らに対し、 人身攻撃や刑事告訴を行い、言論統制などの政策を進めてきたと記されています。報告書はさらに、中共は行政交流を通じて、政治活動家や宗教信者を同活しているほか、デモを禁止し、政治活動家や宗教信者、特にファールンゴン学習者を対象とした法律教育センターが設置されていると指摘しています。 マイク・ポンペオ国務長官は11日の記者会見で、中共政府がハイテク監視技術を使って潜在的な反体制派を監視し、交流キャンプに宗教信者を拘束していると発言しました。また中共は常に宗教信者を憎悪してきたと述べ、中共の人権記録は正規の汚点であり、中共はジャーナリストを同括することで、 自身の行為を隠匿しようとしていると指摘しています。海外に亡命した中国人弁護士の陳建吾さんは、かつて数多くのファールンゴン関連の案件を手掛けてきたため、中共が行ってきた残酷な迫害をよく知っていると語っています。很多很多的 チン・ケンゴウさんは中国からファールンゴン学習者を弁護した時の判決書を多数持ち出したと語っています。それには警察官が男性囚人に女性学習者を暴行するよう命じたことをはじめとする

中共の違法な臓器移植システムに関する直接的証拠はないものの、一部の活動家と組織が、ファールンゴン学習者をはじめとする両親の囚人に対し、中共が行っている強制的臓器集奪を継続的に求断していると述べています。報告書ではまた、オーストラリア国立大学が中共の臓器ドナーに関する政府統計データを研究したところ、 中共のデータは捏造されたものであり、自発的ドナーからのものではない臓器が臓器提供された臓器として記録されていることを突き止めたと記されています。陳建吾さんは中共の強制的な臓器摘出について、中共内部から提供された情報や、多くのファールンゴン学習者から聞き取ったもの、そして被害者の家族の話など、多くの情報を持っていると語っています。 我对中共的认识和判断，无论多么丧尽天良，他们都能干，而且有很多很多的信息，包括中共这边这些器官移植的专家，以至于和其他国家合作，将器官移植作为一项巨大的交易，甚至作为其他国家政治人物的一种恩惠。 新健豪さんはさらに、普通の国で臓器移植手術を受けようとすると何年も待たなければならないし、適合する臓器ソースがないと、その間に死んでしまうこともある。しかし中国では金さえ出せば、中共が十分な臓器を供給してくれると述べています。触 陳建剛さんは中国の臓器移植は外部に向けて販売されているようなもので、これらの臓器がどこから供給されているのかは大きな問題であり、詳しく調査する必要があると述べています。2019年人権報告には、 国際的な独立機関の報告書を引用し、直接的及び間接的な証拠によって、中国国内で強制的な臓器摘出が行われていることが示されていると記されています。 去年六月份呢，就是在伦敦有一个独立法庭，对这个中国国家这个器官的这个暴行呢，进行了法律上的认证，发现呢，中共不但存在强制摘取器官，而且等待器官的时间非常短，而且涉及了大批的这个医务人员和不同的医院设施。ファルンァ情報センターの報道官は、中共の封鎖により、2019年人権報告には。 一部の案件しか収録できていないが、それでもファールンゴン学習者に対する迫害が、いかに非人道的であるかを知ることができると語っています。ファールンゴン学習者への迫害について、国際的な調査を行っている人権団体、ファールンゴン迫害追跡調査国際組織は3月1日、2019年中共による、 生きた人間からの強制臓器摘出の現状に対する調査とまとめを発表しました。これは臓器移植の資格を備えた中国最高等級の病院178カ所を対象に調査を行ったもので、ファールンゴン学習者に対し、中共は未だ強制臓器摘出を継続しており、多くの場所で臓器移植産業が急速に発展していることを裏付けています。 NTD ジャパンがお伝えしました。